はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。あと、いろいろアイテムとか回収してきました。で、この穴のすぐそばまで帰ってきました。でね、その後にちょっと確認したいことがあるんですけど、この点が3つあるんですよね。あと、こっちにも。なんで、ちょっとこの点に行ってみたいと思います。もしかしたらこれも入り口かもしれないんだよね。入り口、あれ？これあれじゃない？あ、違う。スパイダーゾンビかと思って一瞬ね。入り口だったら、あ、松明ないな。松明持ってこうか。松明あったっけな、俺。作らないといけないかな。しまったな。松明持ってないっすね。どっちが早いかな。で、とりあえず、一個作って、なんかないか。これ、一個だけ取って。一個だけあれば、早くできるからね。明るいから。よし。草が必要だっけ？これで何を作るときは。太郎、ポーチ。あれ？草じゃなかった？あれ？草じゃなかったっけ？前から。草だっけ？いや、行こう。行こう、行こう。どうせあれがあるって。15時、大丈夫かな、時間。暗くなる、夜が先だったりしないかな。これで、トーチ作れるでしょう。え？なんで作れないかな。よし。どこにあれつけたんですか？あるじゃん、あるじゃん。これで、普通にタイム作れるじゃんって思ってね。入り口が、これ多分入り口だと思うんですよね。やっぱりこれ壊したやつだ。俺が落石させたやつですね、ここ。なんで、こっち入ってみましょう。こっちは多分まだ奥一回も行ってないんだよね。落石させたけど、入ろうとしたらゾンビなんか追い回された気がするんだ。あれ？入れないし、これ。あれ？ちょっと待って。これで、なになになに？中にぶっ飛んで入っちゃった。まあいいや、入れたから。16時、大丈夫だね、夜。ちょっと走り出してですね。そう、この骨折なんですけど、前住んでたところに入ろうとしたら、あれ、骨折しちゃったんですよね。ちょっとジャンプしたら。あ、結構深いな。しかも急じゃない？ここ。大丈夫かな？大丈夫。うわ、上食らったし。結構急だな、ここ。帰れるかな、俺。これ帰れなかったら笑えないぞ。タイムちょっとあるね。そうだね。え、深くない？え、大丈夫これ。これ何？これ下に。ちょっと待って、これさ。俺、普通これ。これやばいよね。これ間違いなく骨折コースのやつだよね。いや、行きたいけどさ。絶対やばいやつだって。螺旋状に行ってみるか。次どこ？こっちかな。やばいね、結構やばいね、これ。帰れるかな。こっち壊しとこう。
え、ちゃんと帰れる。オッケー、ジャンプしていける。あ、こっから先どうなんだろう。あ、やべ、帰れないかも。帰れないかも、これ。しまったな。こんなに急だと思ってなかったな。今晩ここで過ごすことになりそうですね。あちゃー。それだったらもうちょっと他の穴も確認したかったな。で、これどうかな、次は。ここ置いて、こんな感じかな。で、次が、これでいいか。で、次これかな。で、次は、これでいいかな。あ、これ危ない危ない。おお、すり抜けた。ちょっとつけとこうか。あとで登れるようにね。同じかな。ここどうなるんだ。なんか、おお、人来た。というわけで、ちょっと一旦切ります。また続きからやります。あとで。はい、先ほどの続きやっていきたいと思います。で、これどうなってるんだっけ？これこうして、こうしよっか。で、そしたらここにちょうどこっち来たことにして、こうするか。で、こっちかな。そう、ちょっとね、東京に引っ越すことになりました。いきなりですけど。あれ、待って、これ移動できない。あー、そういうこと？なるほどね。じゃあ、こっちにしようか。こうして。こうして、どうしようかな。こっちかな。こっち行って。こっち行って。よかったね、60個を持ってて。あれ60個持ってなかったら、入れないし帰れないっていう悲惨な状態になってたよね。よし、来たー、地下。到着しました。地下道です。はい、立ち上がってね。これどうなってるんだろうね。ここまで深く来たら、初めてだね。いや、怖いな。敵いたりしてね。お、そして穴があります。で、横穴があって、横穴が2個あって、結構広いですね。ここすごい場所的には。こっから入ったんで、あれ、これあれだよね。これあの、いつも使い、今まで入ってた穴がこれなんですよ、確か。なんで、その穴のすぐそばまで来てしまいましたね。うまくいけば繋げて帰れるかな。とりあえずこの下へ漁ってみようか。キー一個だけってしょぼ。どうしよっかな。いや、ここで下手にピッケルを消耗させるのはまずいから、そのまま行こうか。で、こっちなんで、この横穴行ってみましょうか。もう繋がってるわけないと思うんだよね。あの穴の中で横穴見つけきれなかったから、俺。え？何ここ？広っ。あれ？あれ穴？どうなんだ？ちょっと怪しいな。うわ、これなんかまたすんごい穴に入ってきたね。どうしよう。ちょっとリスクあんな。リスクあるけど、行くしかないでしょう。ちょっと入ってみようか。あれ、穴じゃない？じゃないね。一応行ってみようか。どこがいいかな？これかな？よし。よいしょ。穴じゃないです。そして、ここは何だろうね。ただの空洞があるだけっぽいですね。下まで降りることはしないでおこうか。
これはちょっと回収して、後で有効に使おう。外れだったということで、もう一個の穴行ってみましょうか。いや、どうしよっかな。深さがね、だいぶこれ深いんだよね。だから、つなげるのも難しいだろうし。ピッケル。上にさっきの穴使って出るのも大変。あれ？これ入ってきた穴じゃないよ。あれ？俺入ってきた穴。え、どれだっけ？多分これが入ってきた穴だよね。これが、これが。なんで？これ行こうか。よし。まさか洞窟探検になるとは思わんかったな。うん。水分ある。どこかも。食べ物がないな。食べ物がないな。あ、これもしかして地上まで続いててくれたりしないかな。そんなことないかな。なんか登れないぞ。地上まで続いてたらマジで嬉しいけどな。これは？お、帰ってるね。うまくこれに繋がってたら超嬉しいんだけどな。そんな都合のいいことないかな。いや、きっとこの穴のシステムだったらあると思うんだ。前も繋がってることあったもんね、他の穴と。あ、これ来てるんじゃない？今のところいい線いってるよ。今のところ。あ、来た！出口だ！よかった！よかったよかったよかった。とりあえず、最初の穴は封鎖してこっちだね。そうだね、そうだね。使うならこっち側ってことだね。この、今8時か。ちょっと走って、とりあえず、あ、出させて。で、ゾンビを、ゾンビどこ？ゾンビの音。ゾンビいないね。豚がいる。ゾンビどっか右にいるか。まあ、いっか。いいや。ゾンビいいや。いた。一匹じゃないんだけど。もっとなんか、ちゃんと掃除してから入りたかったんだ。あら、外しちゃった。よし。どれだ、もう一個の入り口。あ、まだいる。よし。どこだ、入り口がない。もう少し先。あ、これですね。あ、これだいぶ縦穴じゃない？見えない。よし。向こうにもいるな、一匹。よし。あっちもいる。あ、バレた。あ、やべ。あれ、ヘッドショットできない、あいつ。よし。で、これは？あ、だいぶ縦穴だね。これは無理だ。これは無理だ。なんで、拠点はやっぱこっちでいいかな？こっちでこっちまで散歩するみたいな感じになるかもね。ちょっとこれまで見てこようか。どこだ？ここか。雪になって。明るいね。雪の日は、外。嬉しいな、ちょっと。なんかもう天気によって明るさ違うみたいな。よくわかんない状況になってきたよね。どこだ？もっと先か。の、家があるね。こっちにあれがある。
食べ物あったっけな。これ道路だね、今歩いてる。食べ物ないね。ないか。洞窟の中で迷子になることになるかもしれないけど、その時はその時で諦めるか。よし。よし、いいね。あ、ずれたかな。あ、こいつ。もしかしてヘッドショットで死ななくなってる一発で。で、バージョン変わってる、一緒だよね。もうヘッドショットだよ、間違いなくこれ。お、レベル上がってびっくりした、ちょっと。おっと、ゾンビいっぱいいるね。3匹いる、3匹。あ、歩かなかった。よし。あと2匹。あと1匹。180発あるか余裕だよね。よし。あ、倒してないじゃない。よし。あ、右にもいるな。あ、されなかったこいつ。あ、やばいな、そろそろ走り出すんじゃない。まだ大丈夫か。バスどこだっけ。もうちょい行った右。この辺かな。 あったあったあった。あ、これ入れそうじゃない。入れるね。角度も、あー、どうだろう。怪しいな、怪しいな。今晩ここで過ごそっか。もうね、仕方ないね。キノコって食えたっけ。あ、食べれるね。よかったよかった。ちょっと奥まで入っとこう。ゾンビ来たらやばいから。あと1時間しかないもんね。よしよし。あ、よかった。こっちなんかすんなり入れる場所で。あの、さっきのとこみたいにね。なんか急になってた。ああ、危な。急になってるところじゃないから。死体がいっぱいあるね、ここ。危険じゃない、この穴。むしろ過ごしやすいのかな。過ごしやすいから、人が来て、住んでましたけど、みたいな。いや、ほんと死体多い。ほんと多いわ。いないよね、敵とか。いいね。結構深いね、思ったより。方角は？うわ。なんか超遠くまで来てるし、入ったところから。すげえ。すげえ。うん。下にたどり着きましたね。どんな感じかな？横穴はない。横穴はない、ただの地下みたいなとこか。そうだね、横穴ないもんね。一個つけようか。まあ、採掘するにはいいかもね。軽く。鉄。鉄と、なんか、いろいろあるでしょ。これも、つけとこうか。ゾンビたちが走り出しました。まあ、こんだけ離れてたらディテクテッドされようがないでしょう。安心して、掘りたい放題ですよ、掘りたい放題。ゴールもあるし。これなんだ？そうだ、砂利も欲しいんで、砂利も。砂利ないかな。あー、砂利ちょっとしかないね。スコップある。あら、スコップないわ。スコップないわ。ピッケル作りたいな。鉄探そっか。あ、しまった。粘土がないから鉄作れないね。ピッケル修理できないじゃん、そしたら。鉄パイプもないし失敗だな。
なんで、まあ、とりあえず掘れるだけ掘って引き上げる感じかな。ということで、石のスコップ作って、シャベル、ストーン、シャベル、これだね。あ、石あんじゃん、いっぱい。71個もあったね、石。なんで、これでストーンシャベル作ろうか。そう、なんかね、おかしいんだよね、このインベントリーの中が。材料揃ってるのに、こっちで作れなくなっちゃってることが多々あるんだよね。なんで、よくわかんないです。ジャベル、これかな？違う。あれ、ジャベルが取れたか分かんなくなっちゃった。どうしようかな。ピストルもあるね。あれ？なんか今、ゾンビが。もしかしてゾンビ歩いてきてる？ちょっと待って。そんなわけないよ。怖いな。ちょっと待って。しゃがんで、もう一個まで松明、ワンセット作ろっか。トーチって何だっけ？トーチ。TORCH か。あれ。これで作った方が早いな。よし。大丈夫だよね。ここら辺でいいかな、もう。よし。これで多分見えるでしょう。見えるね。いや、明かり足りねえな、あれじゃ。まあ、いっか。で、砂利。これ砂利？なんかよくわかんねえな。ピッケル外してこれにしよっか。砂利だね。砂利だね。砂利を集めたりしたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。次回はね、結局どこに作ろっか、最終的に。この感じだとね、こっちが一番出入りしやすいんで、やっぱこっちメインで拠点作っていくことになりそうですね。これもありだな。でも、こっからさ、こっちまでつなげるのって距離、相当あるよな。このメキシコかどっかの麻薬王みたいに、地下道をこっちまでつなげるとかね。超無駄だな。やめとこうか。やめよう。おとなしくこっちに拠点を一つ構えていきたいと思います。そうしよう。で、うまくまあこれとこれつなげるのもできるかもしれないしね。無理だな。こっちもね、こんな感じで確か伸びてたと思うんだよね。どっちか向きに。なんでつなげるのは無理だね。これもこっちに向かって向いてるしね。そっか。どっちが進みやすいかな。でもこっち、下壊さないといけないが、結局デコボコになっちゃうしね。じゃあ一緒だな。中は最終的にね、緊急避難所として置いときたいんだよね。それ考えたらやっぱこっちの方が入りやすいんで、こっちに拠点作っていきたいと思います、次回。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。次回は朝になってね、朝になるまでこっちで適当に砂利取ったりしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画を見てください。セシカでした。